島田市で滑らず地蔵尊祈願祭が行われ、受験生らが訪れました。滑らず地蔵尊は滑らない山石を敷いた旧東海道金谷坂の石畳にちなんで、地元有志により1994年に建立されました。試験合格や健康長寿などを願って毎年大勢の参拝者が訪れます。昨日の祈願祭ではお地蔵様に受験生や父兄が手を合わせ合格祈願していました。看護師国家試験合格しますようにということで お祈りに来ました。神様絶対いるって信じてるので合格できると思ってます。